まず仮設の状況というのは、まあ、物理的な環境は、まあ、昨年度よりは少し整備はされてきたんですけれども、でも基本的な住環境、まあ、部屋の広さだったりとか、生活環境はそんなに昨年度と変わっているわけではないんですね。まあ、踊り場的というか、まだ復興住宅の見通しだったりとかも立ってないですし、まあ、どこで中心で生活していくのかとか、生計成り立たせるのかとか、まあ、住民の方自身もまだ決められないでいるような段階だというふうに思っています。ここの仮設は、まあ、まだ入り始めて間もないというところはあるんですけれども、昨年から入った仮設だったら本当に勉強の習慣全然ついていなかった、もう避難所の中で、もう天でバラバラの生活だったりとか、かなり、まあ、去年だったら子どもたちもストレスあれみたいなのが目立ったんですけれども、それが今はもう落ち着いて、ちゃんとそのことを受け止めてくれたりとか、ちゃんと向き合って付き合ってくれる大人がいるっていうことで、落ち着いて勉強したりですとか、友達関係作ったりですとか、そういったことができるようになったのかなというふうに思っています。震災から1年半以上経って、少しは復興してるんじゃないかななんて思われる方もいると思うんですけども、実際はまだそんなに変わっていなくてですね、生活は少し落ち着いてはきましたけれども、やっぱり環境そのもの変わっていないので、そこでやっぱり避難地域からやっぱり福島だったり郡山だったりこの三春だったりっていうところにたくさんの方がまだ避難生活を続けてられていらっしゃるわけですね。でやっぱり自分たちの生活圏、近いところ隣人がこういう困難な環境にあるっていうところになってますので、そのことをやっぱり皆さん忘れないでほしいっていうふうに思っています。で隣人がやっぱり困った時に皆さん困ってたらどうされますかっていうところだと思うんですね。どう手を差し伸べますかっていうところだと思うんですね。もし何かやってみようっていうふうに思うんであれば、ぜひそういったところに参加していただければなというふうに思ってます。なかなか一人でボランティアってできないところが多いんですけれども、そういうボランティアをやっている団体ですとか仕組みですとかありますので、ぜひそういったところをうまく使いながら、ボランティアだったりとか、その住民、被災した住民の方に寄り添いながら、できることっていうところを皆さんで考えてもらって、ちょっとそこを支えてもらう活動に参加していただければなというふうに思っています。